さて今日もプラレールバトル行ってみよう。これは一体なんじゃらほい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 。というわけで本日のバトルではなんじゃらほいが登場します。うまい。4、3、2、1、あっしゃ、これスタートしてください。さあ本日のバトルではなんじゃらほいというアイテムが登場するぞ。これは一体何なのか。どうやらトミカとプラレールが合体したアイテムのようだ。さあいよいよ一番列車のレッドサンダーがなんじゃらほいに突入するぞ。さあレッドサンダーがなんじゃらほいに突入した。レッドサンダーは駅で停車している。おっとそこに後続のラキートが突っ込んだ。さらに弾き出されたレッドサンダーがディーゼル戦と正面衝突だ。そしてあそこに新快速も突っ込んだ。さあこれはノーゲームになってしまうのか。なんじゃらほいではトミカが順調に走行中。おっとなんじゃらほいの内部でも追突事故が発生しているぞ。一体どうなってしまうのか。さあここで保線作業員が事故車両の復旧に当たるのか当たらないのか。おっとここで保線作業員が新快速の復旧に当たっている。新快速が発車した。ここで勝負が決まった。新快速の優勝だ。保線作業員は新快速がどっかへ行くと言っているが、新快速をエコひいきするのか。これでいいのか。やられたー。やられたー。保線作業員さんありがとう。大体やねえ保線作業員さんってエコひいきしてるんちゃうん。不可抗力らしいですよ。不可抗力ってなんやー。